リチャード・マイケル・ゴセージは、元プロ野球選手。アメリカ・コロラド州コロラド・スプリングス出身。右投げ右打ち。愛称は、グース。1970年代後半から1980年代、前半の MLB を代表するクローザー。強力な速球と、コア表な顔を武器に活躍した。日本の福岡大英ホークスにも在籍した経験がある。 1970年、シカゴホワイトソックスからドラフト9巡目で指名され、契約し、1972年にメジャーデビュー。1975年にクローザーに定着し、62試合で9勝8敗26セーブ、防御率1.84を記録、オールスター初出場。翌1976年は、先発に転向したものの9勝17敗と大きく、 負け越し、シーズン終了後、ピッツバーグパイレーツに移籍。パイレーツで再び、クローザーとなり、72試合で11勝9敗26セーブ、防御率1.62。シーズン終了後、ニューヨークヤンキースに移籍。ヤンキースでは6年間クローザーを務め、移籍1年目の1978年に、ワールドシリーズ制覇。セットアッパーのロン・デイビスと共に、 ヤンキースのブルペンを担った。1980年には64試合で6勝2敗33セーブ、防御率2.27の成績で、MVP の投票では、ジョージ・ブレット、レジー・ジャクソンに次ぐ3位、サイ・ヤング賞の投票でも3位に入った。1984年から、サンディエゴ・パドレス、シカゴ・カブス、サンフランシスコ・ジャイアンツと渡り歩き、1989年シーズン、 途中に、ヤンキースに復帰するが、シーズン終了後自由契約となった。1990年、福岡大英ホークスの春季キャンプで入団テストを受け一度は、不合格となったものの、抑え不在のチーム状況から、再度入団テストを行い7月2日に急遽入団。39歳目前であったものの、当時 MLB 歴代2位の通算307、セーブという実績から期待された。 しかし、7月4日の対近鉄戦の8回裏、初登板、第1打者のジムトレーバーに、いきなり本塁打を打たれるなど打ち込まれ、2勝3敗8、セーブ、防御率4.40に終わり1年で解雇された。1991年にテキサスレンジャーズでメジャーに、復帰し、中継ぎ抑えで44試合に登板し4勝2敗、1セーブ。その後、オークランドアスレチックス。 シアトル・マリナーズでプレーし、1994年シーズン後に引退。1993年8月、ボールのバックにつまずいて転倒して首を骨折したのが、引退の直接の原因と言われる。2000年に野球連動入り資格取得。2006年は54票足りず落選。2007年は21票足りず落選した。 同年、有資格1年目で電動入りを果たしたパドレス時代のチームメイトトニーグウィンからグースが落選して失望していると気遣われた。2008年に85.8%を獲得し、念願の電動入りを果たした。日本プロ野球でのプレイ経験者としては、ラリードビーに続き、史上2人目の電動入りとなる。MLB を騒がせている薬物疑惑に対しては、 同じ状況に置かれても、私なら薬物に手を出さないとは言わない。だが、私ならきちんとした報いを受けると述べている。電動入りも薬物仕様が確実視されるマークマグワイアへの票が彼に流れたという側面もあった。ワインドアップから繰り出すアーム式の威圧感のあるサイドスロー君のスリークオーターホーム重い救出は、右打者には打ちにくい。救出。 直球とスライダー、フォーク、チェンジアップ。しかし、請求、スタミナに課題があった。それだけでなく、投げた後に極端に体が一塁側に流れる癖が、アリバントなどの小技に弱く、フィールディングにも難があった。ありがとうございます。